守備より、ね、中村桃香選手にお越しいただいております。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。ではよろしくお願いします。改めまして本日は中村桃香選手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。さあ、このステージトークショーはね初めてということで、はいはい、どうですか。もうたくさんの方にお集まりいただきました。すごいたくさん来ていただいてありがとうございます。はい、もう朝からね本当にたくさんの方に並んでいただいて、はいはい、ありがとうございます。どうですか、こういう人前でこうちょっとお話しされる緊張しますか。はい、目線のやり場に困ります。あ、本当ですか。もうあの皆さん大根だと思っていただければ大丈夫ですので、はい、大根作戦でお願いしたいと思います。まあね、あの今日は2回でちょっと出ていただくということで、はいはい、もうたくさん中村選手にお話を聞いていきたいなと思いますが、まあ、まずはねやはり今年1月にね下関で初優勝おめでとうございました。ありがとうございます。どうでしたか、お気持ちとしては。びっくりしました。びっくりしました。はい、もう混合戦での優勝ですもんね。はいはい、まさかみたいな感じです。はい、何かこう記念に貼ったりとかしました、特技のご褒美的な。いや、何とかないですかね。はい、はい、まあね、その優勝した瞬間っていうのはもう結構自分でも覚えてるもんですか。いや、あんまり覚えてなくて、でもウイニングランした時はちょっとだけお客さんが来てくれてたんで、はい、その時は覚えてます。はい、もう本当にね114期ということで初優勝、やっぱ大きいですよねこれはね。そうですね、大きい。まあ、今期もちょっとねもう4月ということで期末にはなってますけれども、どうですか今期ここまでご自身で振り返って、まあ、優勝もありましたけど、今期はすごい優勝した時がもうこのぐらいので、はい、そこからズドーンって下がって、ズドーンって今なんかこの辺チラ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 こうしてて、すごい波があるなって思います。はい、まあ、今期はあと1節走って、まあ、フレームレスリーという形になりますよね。はい、どうでしょう、あの、まあ、今一番のこうご自身での課題とかっていうのはどのあたりにありますか。やっぱり出てないエンジンを引いた時の調整力とか、まあ、乗りやすさを求めていくんですけど、やっぱり乗りやすさだけ求めていたら足が落ちたりすることもあるんで、そういう乗りやすさもこういろんなことに対応できるようにっていうのが今の課題です。はい、はい、まあね、もう優勝もされましたけれども、まあ、今後のこう一番の目標としてはじゃあどうですか。目標は、まあ、女子王座にも出たいし、年末のクイーンズクライマックスにも行きたいです。はい、はい、やっぱりねそこはね大きな目標ではありますよね。はい、皆さんもね本当にそういう姿を、はい、期待してありがとうございます。はい、大根作戦です。さあ、まあね本当にねこう波があるというのお話も出てましたけれども、どうですかこう得意なコースとかっていうのはご自身ではありますか。まだあんまり1コースも入ったことないんですけど、今のところは5コースが一番好きです。うん、はい、まあ、うちには入り始めてるところですか今。 あんまり入ってはないですけど、枠がもらえればみたいな感じで。はい、まあ、5コースどのあたりがこうやっぱりやりやすいです、自分の中では。やっぱり差しにも行けるし外にも行けるし、どっちに行っても OK なところが、なんか固定概念、固定差しだけみたいな感じじゃないところがいいです。そのあたりがやっぱりレースはしやすいかなというところですね。はい、はい、あとはじゃあこう海水淡水の上あると思うんですけど、どこかこう得意とか好きなところってありますか。割と淡水の方が好きなんで、もう墨の絵も好きです。うん、墨の絵も、はい、はい、まあね墨の絵でも本当にね皆さん活躍を期待されてると思うんですけれども、まあね今月からはナイターにね、はい、墨の絵もなったんですけど、はい、ナイターのレースとかはどうですか。ナイターは大好きです。ああ大好きですか。はい、いやゆっくりできるんで、朝が朝苦手ですモーニングとかちょっともう眠いままレース行ってるような感じなんで、ちょっとじゃあナイターの方がね、はい、ゆっくりできますんで、はい、あ、じゃあ夜は結構大丈夫ですか、夜型というか。あ、もう全然夜はもう何時まででも起きてるぐらいなんで、まだ若いですもんね。はい、はい、やってさあ、そんな若いね、まだ今23歳はい、23ね、はい、お休みの日は何されてますか。練習行ったり、まあ旅行行ったり、
ですかね、はい、はい。最近はこうどこか行かれました？最近はディズニーランド、シーに行きました。ディズニーシーに、はい、はい、夢の国で。夢の国に行ってきました。ちょっと現実逃避しにリフレしてきましたか、だいぶ。そうですね、はい。その他こう運動とかっていうの何かしてたりしますか？運動はゴルフ？おお、ゴルフもを最近始めたんで、まあ、練習行ったり、まあ、回ってみたり、コース回ってみたりとか。はい。それはあれですか、選手の、そうです。大体選手の人と行くことが多いです。結構ね、ゴルフ趣味の方も多いですもんね。はい、そうですね。ゴルフは腕前としてはどうなんですか？でも全然下手くそです。全然下手くそ。はい。ドライバー打っても、ちょちょちょ。徒歩で行ける距離落ちるって全然まだ下手くそです。あれまだまだこれからっていうところですね、はい、練習して、はい、スポーツはでもなんかこうイメージとしてはすごい何でもできそうなイメージですけど、いやー多分そんなにセンスはないと思います。本当ですか？はい。体育の授業とかどうでした昔？体育の授業は3-3-3-3-3-3みたいな、平均平均平人並みな感じ、5段階評価ですね。5段階評価で3-3-3-3みたいな。じゃああんまり特にめっちゃこうできたっていう感じではないですか？全然そんなことない。はい。そうなんですね、はい、なんかめっちゃ足とかも速そうな勝手な、いや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 、50m 走とか私9秒台でした、いつも。ああそうなんですね。すごい遅かったです。泳ぎは？泳ぎはどうですかね、一応 3-4 歳ぐらいまでスイミングスクールに通ってたんで、はい、多分普通にクロールぐらいはできると思います。はい。バタフライとかそういう感じではできないですけどクロールぐらいなら、ぐらいかな、50メートルぐらいは、そうですね、泳げそうな、はい。夏とか海とかは行きますか？海は結構行きます。おお。けどちょっとあんまり焼けたくないんで。そうですよね。はい。あんまり行きたいんですけど、こうガッツリは行かないです。ちょっと泳いで、ちょっと泳いで、休憩して、ちょっと泳いで休憩してみたいな。はい。ちなみにこうお酒とかは飲まれますか？お酒は、はい、飲みます。お、何が好きですか？最近は。ハイボールとか。あら、結構渋めですね。はい、もう美味しいんで、ハイボールばっかり飲んでます。はい。結構強い方ですか？人並みぐらいだと思うんですけど。結構まあ打ち上げとかだったらね、先輩、後輩と行ったりみたいな時とかも、ね、まあ、多いですもんね、はい。昨日もちょうど後輩とご飯食べに行ってて、でその前の日も先輩とご飯食べに行ってみたいな感じで、毎日誰か誘ってます。でお休みの日は結構その選手仲間の皆さんとご飯行ったりとか、ね、はい、ちょっとお酒飲んだりとかっていうことも多いですね。はい、はい、皆様へのメッセージを。あ、はい、この後あの渡辺雄一郎選手が来るので、はい、いっぱい笑わせてくれると思うので、はい、また集まってください。はい。